あなたが私を玉座に連れてきてくれたクラフトソウルか。いや、違う。あなたは私の体に侵入してきたクラフトソウルだな。私は私になりたいのです。それには体が必要なのです。教えてください。君は存在しますか？もちろん。今こうしてあなたと話していることが、私という存在の証明にはならないか？いえ、それだけでは足りません。また、必要とされることこそが、私にとっての存在意義なのです。他人に認められる必要はない。ここまで旅をして私を導いたクラフトソウルは、生の意義を見つけた。ただ楽しいことに笑い、自分の思うがままに行動することが、存在理由だ。それでは満足できません。理想の自分となるまで、私の前に広がるのは果てしない虚しさだけ。ですので、玉座までやってきました。しかし、すぐに分かったのです。玉座の他に足りない、もう一つの必要なものが。それは、君です。そう、私たちは同じなのだな。私もずっと待ってたよ。この体を取り戻す日を。君さえ消し去れば、その体、私のものとなりましょう。Thank you.
攻めはしない。あなたもあの実験の被害者だろう。長い苦しみだったな。寂しかっただろう。恨んでいるだろう。あなたをそんな姿にしたものを。大丈夫、私の一部になるんだ。そして私の力になってほしい。私はここを出る。そして